京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対アイズ、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の荒西、アイズの先発は右の吉典、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。アイズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で中田見送ってストライク、いきなり151キロ、打ちました。セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、アイズ先制点を挙げています。アイズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で中田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目、打ちました。西野取った、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。アイズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で中田、危ない球。さあ、次の投球、2球目ストライク。投げた、ここは送りバント、ファール。バファローズ内野陣はゲッツー体勢。打った、ファールボール。第5球投げました、おっと、スリーバントだ。中田スリーバント失敗。リードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で中田、1塁タッチセーフ。もう1回ここで1塁へ牽制球を送ります。第1球投げました、初球送りバント、これはピッチャー正面に転がる、グラブ弾いた、アウト。さあ、得点。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で中田、投げました、決まってストライク。第2球投げました、ストレートはボール、インコース低め。第3球を投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。さあ、4球目打ちました、ファール。投球これから5球目、膝元外れてボール。次は6球目投げた、ボール。第7球を投げた、インコース低め、空振り三振。アイズ1点差で逃げ切りました。さて、今日のヒーローは勝利投手の吉典、本当に今日は大活躍でした。お送り、京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対アイズ、セパ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、アイズの先発は右の村田、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。アイズ追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で中田、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で中田、危ない球。
第2球投げた、危ない球。第3球は直球見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、当たり損ない。ピッチャーから二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。合図追う展開で迎える7回です。中田、今日はファーストへの併殺打とピッチャーへの併殺打。第2球インコース低めストライク。第3球を投げた、打った、形ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。山本降板、マウンド上ピッチャーはうなる剛速球近藤。今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。このチャンスは何とかものにしたい。第1球投げました、打ちました、初球打ち。ヒックスボールを取る、近藤取ってアウト、ゲームセット。合図大差で敗れました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスが守ってきました。勝利投手は山本、敗戦投手は、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対会津セ・パ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズの先発は右の山岡、会津の先発は左の塩見、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。会津追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で中田、直球決まってストライク。第2球投げました、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、直球、空振り三振。中田、全くタイミングが合いません。1回の表が終わって2対0、合図まずは先制しています。合図勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で中田、今日初球を送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、送りバントが決まりました。試合は後半6回に入ります。トップバッターは中田、第9球投げました、初球を打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。合図追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で中田、初球決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクからストレートはボール。第3球を投げました、外角球空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げた、流し打ち、どうだ、取って、これで3アウト、チェンジ。結局1塁残塁で終了です。8回の表が終わって5対3、バファローズ2点リードは変わります。合図悔しい敗戦です。さて本日のヒーロー、最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。